事件現場となった八方亭築地八方亭一家殺人事件とは、1951年2月22日に発生した強盗殺人事件である。犯人が最終的に服毒自殺したため、詳細は不明であるが、用意周到に計画された犯行とされる。アプレゲール犯罪の一つとされる。百五十一年二月十二日、東京都中央区築地にある、 中華料理店、八方亭で、経営者、妻、長男、長女一家4名が残殺された。遺体はすべて頭部を、巻き割り用のナタで打ち割られており、歯が4人に対して50回以上も振り下ろされるなど、現場は、生算な状況であった。捜査の結果、現金4万円と残高14万円余りの、預金通帳、女物の腕時計、財布が奪われていた。 第一発見者である住み込みの男性店員、Y は築地警察署の職員に次のように証言した。やがて警察に王に関する情報がもたらされる。彼女が22日の午前9時過ぎ、都内の信用金庫に現れ、14万円の引き下ろしに失敗したという。そこで警察は22日の午前4時頃に王が仲間の男と犯行に及び逃走したと断定。 彼女を全国に指名手配した。一方で Y が生産な事件現場にいながら、全くの無傷だったこと、また彼が警察に直接通報しているなどの点が疑わしかったが、警察の捜査や新聞記者の質問に協力的な Y は周囲から好印象を持たれていた。3月10日、都内の建築販売に隠れていた王が逮捕され、警察に次のように証言した。 警察は和を犯人と断定し、3月11日に彼を逮捕した。イは隠し持っていた生産化合物で翌日午前5時30分頃に自殺したため、事件に関する動機や犯行の詳細は解明されなかった。また、犯行に加担していた王は強盗殺人の共犯としては問えず、盗品盗管余罪で執行猶予付きの懲役1年の刑を言い渡された。 刑を終えた後は故郷に帰って結婚し、平穏な人生を送ったという、ありがとうございます。